フィンセント、ファン、ゴッホ、私は絵を夢見る、そして夢を描く。この言葉はゴッホの芸術との強い結びつきを反映し、彼がどのように感情やビジョンをキャンバスに表現したかを示している。感情を揺さぶる独特な絵画を通して心の奥底にある思いを伝えるゴッホの能力を示している。パブロ、ピカソ、全ての子供は芸術家である。問題は大人になっても芸術家であり続ける方法だ。ピカソのこの言葉は子供たちが生まれながらに持っている創造性を強調し、大人になってもその創造的精神を育み守り続けることの重要性を説いている。この言葉は芸術的表現は社会的圧力や自信喪失によって抑圧されるべきではないということを思い出させてくれる。フリーダ・カーロ、私は花を描く、そうすれば花は枯れない。カーロのこの言葉は儚いものや考えを不滅にする方法として彼女が芸術を用いることを浮き彫りにしており、美や感情を時代を超えて保存したいという彼女の願望を象徴している。これはまた彼女自身の健康問題との戦いや人生の儚い性質にもつながっている。レオナルド・ダ・ヴィンチ、芸術は完成することはなく放棄されるだけである。ダ・ヴィンチの名言は、芸術家は常に完璧を目指すためしばしば自分の作品が完成したと考えることに困難を感じるという考えを強調している。これは多くの芸術家が経験する絶え間ない改善と実験の状態を反映している。ジョージア・オキーフ、色と形を使って他の方法では言えないことを言えることに気づいた。オキーフの言葉は芸術の不可解な性質と、それがいかに言語の枠を超えた自己表現とコミュニケーションのためのユニークな手段を提供するかを表現している。彼女の大胆な色使いとクローズアップされた自然の形の描写はこの感情をさらに後押ししている。サルバドール・ダリ、私は麻薬をやらない、私は麻薬だ。ダリのこの挑発的な発言は彼の超現実主義的な考え方と風変わりな人柄を反映している。奇抜で夢のような作品で知られるダリは既成概念に挑戦し、現実と想像の境界線を曖昧にしようとした。バンクシー、芸術は乱されたものを慰め心地よいものを乱すべきである。ミステリアスなストリート、アーティストであるバンクシーは社会規範に挑戦し思考を刺激する作品を制作している。この言葉は示唆に富み、しばしば物議を醸すアートを通して適切な社会問題に取り組み会話を喚起するという彼の使命を要約している。ジャクソン・ポロック、絵画は自己発見である、優れた芸術家は皆自分が何であるかを描く。ポロックの言葉はアーティストの作品とそのアイデンティティとの密接なつながりを強調している。彼の特徴的な天敵のような絵は彼の感情、精神、内なる自己の延長とみなされた。アンリ・マティス、創造性には勇気がいる。マティスのこの言葉は芸術的プロセスを掘り下げリスクを犯し型にはまったものから脱却するために必要な勇気を強調している。この言葉は芸術家たちが独自のビジョンを抱き創造性を追求して境界線を押し広げることを奨励している。アンリ・ウォーホル、将来誰もが15分間だけ世界的に有名になるだろう。ウォーホルのこの言葉は名声への彼の憧れと現代世界における有名人の急速な変化を捉えている。この言葉はメディアの影響力の増大とそれがいかに個人を一時的なスターダムに押し上げるかを物語っており、今日のソーシャルメディア時代に広く議論されている概念である。これらの多様なアーティストの言葉は芸術が自己表現の深遠な手段であり人間の経験を反映するものであり社会の規範に挑戦するツールであるという共通点を示している。これらのアーティストたちは感情を伝え思考を喚起し変化を促す芸術の変容力を信じていた。自分を表現することを恐れるな。あなたの芸術はあなただけの声であり心に触れ思考を刺激し世界を変える力を持っている。